こんにちは、はるです。今回、プラノ編パート3では、カンパーナ六花亭で美味しいスイーツや、ペット同伴家の羊の丘でジンギスカンをいただきました。道中激しい雷雨に見舞われましたが、ファーム富田では満開のラベンダーを楽しみました。
でとっても美味しいです。ではゆきやくんこのビスケット私も食べてみたいと思います。めっちゃめっちゃビップ待遇です。
旅はいかがでしたか。面白かったよという方はぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、はるちゃん、また次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。